はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム暁の女神、続きやっていきたいと思います。あ、ジルが、うわ、ドラゴン飛んできた。おし、スリープ使ってくれた。オッケー、行列ができてる。関節武器とか卑怯だぜ。あ、当たったし。ソルジャー、ソルジャーの攻撃もなんか当たったし、なんなんだ。ソルジャーに負けてんなよ、ケビンさん。ケビンはリアルラックがないな。わーお、よく避ける、避ける。えだ。おお、いいね。倒せ倒せ。うわ、これきつ。うわ、全部当たる。全部当たっていく感じね。シノン。あいだ。えい、えいや。まあ手加減にちょうどいいな、シノンは。パスタ24。よしよし、いい削り。オッケー。ソルジャーが身の程知らずね。キーン、出直してこい。おお、追撃。えい、オッケー。デイン軍なんなんだ。ソルジャーとか戦場に出すなよ。もうちょっと訓練させてからにしろよ。よし、さっき速さ上がったからな。期待してるで、チャップ。よし、ザク。あれ、来たー。おお、よく避ける。エルサンダー厄介だから、エルサンダーだけ先に倒すか。マーシャあたりで。追迫がちょっと邪魔なんだけどな。うわあ、うわ、すっげえ。うい、おお、オーバーキルもいいところだ。やっぱあれだな、スクリミュル守る体勢になってる。よし、クリミラーどう考えても守られる側じゃないんだけどな。なんか、うわー、やめて、あんま来ないで、こっちに。ほら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 。ほら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 。まず、こいつを倒したい。ヨファーで。すごいな、ヨファー。どうしよう。ジャークがちょっと邪魔。ヨファじゃあこっちをやってもらおう。9、それは力が貫通してるだけはある。10、
えいや、あとドラゴンが来てるんだった。大丈夫かな、まだまだ大丈夫だろう。うん、平気平気。マーシャで。うわ、倒せないのかよ。力不足だな。36倒せる。うわ。えい。守備オッケー、守備オッケー。なんかマーシャの時代は総演で終わった感じだな。こっちな、こっちは、レフェリーで手やりでも投げるか。これでケビに取れるだろう。手斧で。よし、いいぜケビン。おお、速さもうちょい欲しいな。ライブ。うわー、やっぱミスト魔力不足がちょっと響いてきてるぞ。魔力不足が。よし、でウィンド、よーし。あー、びっくりした。なんか画面の暗転が長かったから。ガトリー、ガトリル。うわー、ごっついな。受けてきた、結構。ダクッダクッ、さっ、オッケー。ディーン。マーシャルかっこいいですよね。強力な攻撃技もたやすく弾いてしまう。歩く要塞。かっけー。DSB で、フォースキラーか。シノは力が欲しいな。こんなもんですかね。よー、ジルが左に向かうのか。ジル、トンボが来た。トンボが、えい。ははは、聞くと思っているのかね君は。まだまだだね。
あ、忘れてた。そう、ホースキラーそうだよ、ホースいねえと思ってたらケビン実はホースだった。いや、ホースイコールオスカー・ティアマトっていうイメージがあったんですよ。なんか勘違いしてましたね。まあ、誰にでもよくあるよ。うん、勘違い大魔王でしたね。よし、そうだ、オスカーじゃなくてケビンもホースだったもん。ああ、ああ、やられた、デューン。長いぜ、敵フェーズ長いぜ。フェニキス軍、そいつら4人とも根絶やしにしてくれ。変にこっちに来なくていいから。フェニキス軍は右行け。うお、ノーダメージ。うお、いいね。倒しまくれ。このパラディン死んだな。虎の一撃で終わりだろう。よし、えいや。ちょっといいって、そう、もよ、いいよ、よかった。倒すならじゃあドラゴン倒してくれよ。右のパラディンがやばいんだって。右のパラディン、ああ、俺たちの獲物が、お、いいね。じゃあハールとシノン、ハールで全滅させるか。向こうはうわ、大丈夫、そんなとこ行って。ケビンの獲物が、ああ、おお、ち、ドラゴンがな、厄介なんだよな。倒せるんだけどな、倒せるんだけど、ちょっとやばい、ちょっとやばいっていうね。それとも何、進むか、進軍する。ここ二人置けばいいもんね。でもその代わりサンダーストームが、サンストが威力6、6、3、18、18プラス20、40、耐えるな、魔防15、うん、耐える、速さはさすがにサンダーストも速す、19、うん、全然大丈夫、いいかな、やっても。エルサンダーが、エルサンダーに注意しちゃ、やるか、ハール。お前らハールさんにかなうと思ってんのか。よっしゃ、惜しいな。おい、来た、バイバイ。
まるでトンボ取りのようだ。頼む、力力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 。うわ、魔力。うーん、一体何のつもりだよ魔力って。やばいな、しの斧になってるな。行くか、セネリオとか突撃させていいかな。とりあえずこの辺の敵をターゲットする。ロック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 。こいつはもうスリープ切れてたから、うん、でこいつらもロックすると。ケビンがやべえんだよ、ケビンがやべえんだよ。これは何、ドラゴンの範囲に入ってるってことか。あ、何の範囲これ。あ、サンストはいいよ、サンストはいいから。あ、ミストは平気か、よかった。でセネリオで、さすがに無謀かな、さすがに無謀か。セネリオこんなところにぽっぽり出すのはちょっとまずいけど、ガトリで蓋すればいいか。クライナーサンダー、よっしゃ、陽光もあるしな。ガトリーで蓋します。あと一人強いキャラ、ちょっと不安だな。これは何、ドラゴンの範囲か。これは何、ジルの範囲。あ、ドラゴン二人、ジルと、あー、そっか。よし、これであいつら来れない。でもう一人ぐらい壁にしたい。セネリオ一人きりにしていいかな。まあ大丈夫、影ついてるし大丈夫だろう。本当は過信しちゃいかんけど。よし、まあでもなんとなくね、セネリオ、お、私はデインの竜騎士ジル、デインの未来のためあなたたちを倒す。あら、あ、当たったし。えい、おお、追撃。えい、いいね。サンストが多分ハールに飛んでくる。なんか安定の時間が長いとちょっと不安になるな。おい、うわ、追撃、危ねえ。
ショートアクス。じゃ。さすがに3スクミで負けてるから。おお、神回避。ああ。60。誰だ。おお。ショートアクスならば、やばい、ガトリやばくない？うっ。お、いいね。うわ、かわいい。ガッツあるな、こいつ。おお。よけろ、よけろ、よけろ。お。はあ。うわっ。おお。かあ、大丈夫かな。うん、追撃。お、あった。大体みんな確定3発だよな。危なあ、やられた。やばい、スクリーミル以外みんな死ぬじゃん。お前ら大将ほっぽり出していいのか。お、さすが大将かっこいい。リアルハチマキ。よし。オッケー。あ、大丈夫大丈夫。スクリーミルな。あ、ジルジル。うわ。情けないジル。手斧減らされた滑走。さすが強すぎる。え、なんか詰まってきたな、真ん中が。ジルなんか頑張って育てたのに、なんか水とかさ、なんか悔しいな。虎の攻撃あんなに効くとは思わなかったし、守備21ぐらいあるだろ。デイン軍の方ではまあ低くはない方だよ。むしろ高い方だよな。ノイスもエディもレオナルドも守備20以下だし、メグですら20以下。メグはいくつだっけ。メグ19か、守備。あー、力と守備の成長率一緒なんですよね。 35% っていうね。アーマーなのに 35% はちょっと。技が確か 40% ぐらいだった記憶がある。倒すぞ、どんどん倒すぞ、どんどん。どうしよう、どんどん倒したいんだけど、どんどん倒したいんだけどな。進軍するか。アイクがちょっと空気になってる。アイク。うおー、か強い。よし。ヘイ。
よし。で、シノンハールでちょっと守りを固めるか。ノイスが。エディが。シノン。サンストを倒し。よし。で、ガトリーこいつ倒せる？倒せない。倒せない。ああ、まあこれは大丈夫。よし、これいくか。できればよけて、できれば。当たったー。当たりよった。よし。バイユとか全然使ってなかった。使ってあげよう。まずミストで回復。これでゼネリオはガードされて、ダメだな。で、再動でガトリー回復して、待てよ。うわー、ブラッドがいるじゃん。ちょっと、ま、やばい。大丈夫か。うわっ、シノン大丈夫かな。シノン大丈夫かな。弓装備はちょっと甘かったかな。引き継いで下ろす。マーシュじゃエルサンダーの相手させるか。よし、じゃあエルサンダーの相手させる。なんかちょっと不安になってきましたね。不安になってきた。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。